無情に流れる時間は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、フーの第6シリーズ第10話。トム・マクレイが、脚本、ニック・ハランが監督を担当し、2011年9月10日に、BBC1 と BBC アメリカで、初放送された。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターが彼の、コンパニオンのエイミー・ポンドと彼女の夫、 ローリー・ウィリアムズを観光地惑星、アパラパチアに連れて行く。しかしアパラパチアでは二つの心臓を持つ種族に対してのみ致命的な薬病チェンなのが蔓延しており、エイミーは偶然ドクターとローリーからはぐれ、薬病感染者の最後を遺族が見取れる幼児の流れを加速した部屋に入ってしまい、彼らの助けが来るまで36年間を別の時間軸で過ごしてしまう。 36年後のエイミーはドクターに不信感を抱き、心臓が二つあるゆえに、タービスに残らなくてはならないドクターと、彼の代わりにやってきたローリーによる過去の自分の救出を拒む。36年後のエイミーは、ギラン自身が演じ、老けたように見せるためソーシングが用いられた。本作は限られた予算の下で撮影されたエピソードで、マクレイは、 主なセットをすべて白色にすることを決めた。無常に流れる時間は、イギリスで760万人の視聴者を獲得し、批評家から肯定的にレビューされた。本作の現代ザガールフウェーテッドは、11番目の時間でエイミーが合計14年間ドクターの期間を待っていたことを反映している。医療施設の設備を表示する際、インターフェースは、 惑星クロムのディズニーランドの複製があると発言する。惑星クロムは第2シリーズエルトン君の大冒険でスイコロリンの故郷かつラキシコリコファラパトリアス星の兄弟星として初めて言及され、第4シリーズ盗まれた地球では地球と同様にダーレクに惑星ごと拉致されていた。カレン・ギランはエーミー・ポンドの36年後の姿を演じることに志願した。 本作の脚本家、トム・マクレーは、ドクター風では以前サイバーマンの再登場を描いた二部作、サイバーマン襲来、鋼鉄の時代を執筆していた。サイバーマンの再登場という条件で、当該作のシナリオには制限がかかっていたため、本作では望むことを何でもできるという好奇を、マクレイは喜んだ。マクレイは完成した台本を誇り、これまでに最も成就した。 構想の一つだとした。エピソードのオリジナルタイトルは、ザ・ビジターズ・ルームであったが、ビジティング・アワーやさらにカインドネスに変更された。ある時点では、ザ・グリーン・アンカーと名付けられていたと報告されていたが、そのような事実はなかった。ザ・ガール・フー・ウェーテッドは、11番目の時間で、エイミーが、ドクターの帰還を12年間待っていたことを反映している。 エグゼクティブプロデューサーのベスウィリス曰くローリーがこれまで出会った中でどれほど最も美しい男性であるかについてエイミーが語るシーンはそれがそのまま最終バージョンとなった無情に流れる時間はドクター役の俳優に多くの撮影が必要とされないすなわちドクトルライトなエピソードとしてデザインされたこのシステムは制作スケジュールの都合により第二シリーズ エルトン君の大冒険に橋を発し、第3シリーズ、瞬きするななどにも引き継がれた伝統である。ドクターはいつもある、程度神話的な存在でなくてはならずキャラクターを掘り下げるには制約があると考えるマクレーは、エイミーとローリーのキャラクターと彼らの過去の掘り下げを楽しんだ。台本の草案の一つでは、ローリーと二人のエイミーがターディスにかける、 終盤近くのシーンにローリーはおらず、彼はレンズ越しに様子を見ているだけであった。また、手を切られたハンドボットが独力で歩き続けるシーンもあった。無情に流れる時間は限られた予算の下で制作されており、マクレーはセットを全体的に白色に統一するように、大きな白い箱と書いた。彼は映像化されたものを見た際にその手法に喜び、 すべてを白色にすることで興味深いビジュアルのセンスが加えられたと感じた。もともと36年後のエイミーは別の女優が演じることが考えられていたが、カレン・ギランがソーシングをつけて36年後の姿を演じることに志願し、ギランが両方のキャラクターを演じる方が良いということで決定された。ギランは危険な環境に置き去りにされて変貌したキャラクターを演じるため、 声のコーチと動作のコーチの下でそれぞれを学び、普段と違うボディランゲージや生域及び態度を生み出した。また、彼女は体の動きに合うパッドを装着しており、メイクにも数時間を費やしたという。無情に流れる時間は2011年9月10日にイギリスの BBC1 とアメリカ合衆国の BBC アメリカで初放送された。 BBC1 での当夜の視聴者数は600万人に達し、前は小先者からの SOS から50万人増加した。放送翌日に報じられた通り、b b c アイプレイヤーでも1位を獲得し、後に9月のアイプレイヤーチャートでも1位に躍り出た。視聴者数の最終合計値は160万人のタイムシフト視聴者が加算され、 小先物からの SOS から53万人増加した760万人に、上った。アプリシエーションインデックスは85を記録した。日本では、ドクター風ニュージェネレーション第2シリーズとして2016年8月から、第6シリーズのレギュラー放送が、アクスンミステリーにて始まり、無情に流れる時間は9月1日午後11時5分から、全話、 小崎ものからの SOS に続いて放送された。本作は批評家から賞賛を受けた。ガーディアン紙のダン・マーティンは、シリーズ史上最も涙を誘う不意打ちを含むと述べ、サイケデリックな前提が登場人物に輝くチャンスを与えているとコメントした。彼は36年後のエイミーとしてのカレンギランの違う演技と、第5シリーズから彼女の演技力が向上していることを賞賛した。 マーティンは後に本作をクソ完璧に近いエピソードと呼び、当時未放送だったドクター最後の日を除く第6シリーズのエピソードで最高のものに位置付けた。デイリーテレグラフのギャビンフラーは本作に4つ星をつけ、マクレーの予算問題を克服する能力と逃れることのできない悲しみの源泉を提供する、極めて強力で感動的なドラマを提供する技量を絶賛した。 彼は36年後のエイミーについて、技術的才能はわずかにありえないように見えたと指摘したが、ギランの演技力により粗末なごまかしは省かれていたと述べた。インデペンデント誌のニーラ、デブナスはいつも時間を改ざんすることを批判する者はこのエピソードを好まないだろうと述べた上で、タイムパラドックスとそのパラドックスにより引き起こされる仮説的な道徳的ジェレンマの面では、 本作はとても面白いと述べた。彼女はローリーのキャラクターが発達していることとドクター風の以前のキャラクターでは見られなかった3人組の原動力、そしてコメディを絶賛した。また、施設の庭園のセットについては豪華懸案で視覚的に嬉しいものだとした。イグンのマットリズレイは本作に10点満点で8.5点を付け。 マクレーが複雑なタイムトラベルの物語から離れたこと、そして代わりに、エイミー・ポンドのシンプルだが爽やかに新しい権味を与えたことを絶賛した。また、彼はクライマックスにおけるカレン・ギランの演技と監督、ニック・ハランも称賛した。しかし、彼はタイムトラベルのルールに関しては、本作が怪しいと批判し、おしゃべりにより話のテンポが悪くなっていたとも指摘した。 SFX 氏のニック・セッチフィールドは本作に5つ星をつけ、3人の演技と波乱を絶賛した。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、マクレーの考案した会話について美しく機能し、そしてカレン・ギランとアーサー・ダービルにより完璧になったと称賛した。また、彼は36年後のエイミーとしてのギランのメイクも良い仕事をしたとコメントし、その巧妙さを絶賛したが、 髪の毛も切るか灰色にすればよかったとも述べた。ザ・エイクラブのクリストファー・バンは本作にあまり肯定的ではなく B マイナスと評価した。彼はエイミーが置き去りにされる冒頭のシーンの会話を魅力的だと称賛したが、本当に没入することなく説明の巧妙さを楽しんでいることに気づいた。彼は時間移動がどのように発動したかに困惑し、問題が軽微すぎて、 エピソード全体を貫けていないと考え、さらにエイミーが置き去りにされたこととローリーへの愛が引き出せないままだったとも指摘した。彼はスペースタイムで描かれた二人のエイミーの方が見ていて面白かったと思ったほか、本作がエイミーとローリーについて何も明らかにしていないと感じた。しかし、彼はドクターがせざるを得なかった決断については、その演じられ方を称賛した。 無情に流れる時間は2012年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされたが、受賞はニール・ゲーマンによるエピソード、ハウスの罠に譲った。ダーム・ニア・パーフェクトエピソード・エミリーは、劇中でドクターを待つ間、ソニックプローブの開発に成功していた。ありがとうございます。